別のアンケートで、こういうヨガの講座でね、知りたい項目なんですかっていう中に、ヨガのやっぱりビジネス講座みたいなやつ、それを知りたいっていうニーズが結構あるんだよね。だけど俺はっきり言ってヨガビジネスコーナーって、ヨガビジネス講座ってさ、ヨガの考えと全然こうね、真逆だから全くするつもりなかったんだけど、今日はちょっとビジネス講座します。ヨガビジネス講座。ブルーオーシャンとレッドオーシャン、これどういうことかというとね、レッドオーシャンってだから赤い海でしょ、だから血の海ってことなんだよね。これはもう競争相手ばっかり、何かだからビジネスするときだよ、競争相手がいっぱいいて、お互いにだからこう傷つけ合って、だから血の海になってる状態で、ブルーオーシャンはだからそういう敵がいないんだよね。で今だからそのヨガ業界っていうところを考えたときに、もう完全にね、これレッドオーシャンなんですよ。だって例えば東京とかだと、普通のレギュラーレッスン以上にこういう養成講座の生徒がもう急遽だって言うんだよね。そうすると生徒がいないにもかかわらず、先生になりたい人いっぱいいるってことね。そして今全国のヨガのスタジオの数って、なんか牛丼屋さんのチェーン店あるでしょ、何吉野家とか松屋とかでしょ、それを超えたんだってね。いやだからどんだけいっぱいあるかってことよ。はっきり言ってさ、牛丼屋さん以上にはヨガのニーズは俺ないと思うんだよね。だって現状そうなんだ、もう完全にこれだよ。だからお互いにやっぱりもう潰し合うしかないような状態ですよ。だからブルーオーシャンじゃそういうのはないんでね。なんでブルーオーシャンになれるかというと、これは敵がいないぐらい、だから独自の路線だけで勝負できるから。だからここじゃないと、まあだからヨガで言えばあれだよね。ここじゃないと学べないようなことをしてる人たちってことだよね。で俺だからこの考えを初めて知った時に、俺完全にここだなと思ったんだよね。ブルーオーシャン。俺らはね、例えばその笑いヨガとかさ、ヨガ哲学でっていうのはここなんだよね、完全にブルーオーシャンで。別に俺これ知らなかったから、こんなこと一切意識したことなかったんだよ。たまたま自分が持てる能力でできること、自分が伝えられること何かなってなって、これになってるだけなんですよ。でそれが結果的に自分は全くその解剖学的なことを伝えるつもりは全くなかったから、散々勉強したよ、解剖学のやついろんなやつ言って、随分金も使ったけど、習った時はすごい面白かったのさ。でこういうのも伝えてもいいかなと思うんだけど、やっぱり実際やってみたら楽しくないんだよね、全然。だってさ、例えばね、神様がね、2つ例えば俺に、あなたにね、どっちかあげますって、一つはこうキムタクみたいなさ。いやだからさ、キムタクとか福山雅治みたいな、こうすごい背高くてもうスラッとしてね、そういう外見をこう与えてくれる。そして体めっちゃ柔らかくなるっていう、足をこうやって頭にかけられたりとかさ、逆さまになりながら足がこう頭に乗っかるとか、そういう外見をこうプレゼントしてくれるっていうのと、もう一つはもう背中こう猫背で足はこう O 脚で、で肩って足がこんな全然こう上がらなくて、まあ俺みたいなやつよね。だけど幸せになれる方法を教えてあげるよって、どっち選びますかって言われたら、どっち選びますかってみんな、いやみんなどうっていう話ですよね。俺も迷いなく後者の方を選ぶよ、そんなのね。いやだって、いやキムタクみたいなのもし、まあ、当たったとしてもさ、その時はいいかもしらんけど、だけど心整える方法とか幸せになる方法知らなかったらさ、こんなんしょうがないもんね。体めっちゃめちゃ柔らかったってさ、いやそれは例えばここでね、急に何も手とか使わないで足こうやって上げてさ、頭の上にこうやってかけれたら、
みんなおーってなるかもしれんけど、これ一瞬だよね。後々考えたらだからどうしたって話だって。そのなんか幸せになる方法とかさ、心整える方法なんかよりも体のことの方が大事だっていうことで、さっきみたいに多くの人たちが解剖学とか生理学をこう習いたいってなってるんでしょ、きっとね。だから冷静に考えたら違うんじゃないっていうのを俺だけ言ってても多分さ、ダメだから相手にされないので、だみんなでね、やっぱ声を上げていきましょうっていう。はっきり言ったらね、僕はだからね、友達が欲しいんですね。分かった、 今気づいた、分かった。そういや俺意外とね、我が道を行くような感じなんだけど、やっぱりこう寂しがり屋なんですよね。やっぱり一人だけでね、一人だけこう進んでてもさ、いやそういうことだから、俺だけじゃなくやっぱりこう友達が欲しいなって。いやだから俺はさ、はっきり言ってこういう話で養成講座を始めたのはここ何年かとかじゃないから、もう始めた時からもう十数年前から一貫してこういうことを伝えたいなと思ったんでね。で最初は本当にもう周りの目を気にしながらなので、おっかなびっくりだよね、こんなんで本当人来るのかなっていう中で、だから別にね、自分はもう後ろ物なんもないから誰も知らないし、今まではなんとなくあんまりこう目立たないように波風立たないようにっていうつもりで、まあこっそりこう密かにやってきたんだけど、だけどもうそういうあれじゃないなと思って、本当さっきの担当者、うん、自分でやれることをこうやって、やっぱりね、もうだから意思を変えたいなってね、うん、だからこれは自分一人でできないので、やっぱりあれだね、友達が友達の力を使ってお願いします。いやだからみんなもこの三等車っていうのは本当によくよく考えて、そんな自分の力出し切ってなんか今まで生きてきてないでしょ。そう考えたら今までもったいないことしてるってことだから、残りの人生ね、まあ僕よりは長いかもしれんけどってこと限られてるから、それをね、その残りの人生だよ、自分の力の 50% で生きるのと 120% で生きるのと全然違うと思うね。そしてそのやろうと思うのとね、そんなこと知らないのともまた違うわけよ。だからみんなはだからそういうことを知ってしまったんだからね、ここに来てしまったおかげでね厄介なことにこう巻き込まれることになったんだからさそういうこうシナリオになってるからしょうがないんだから、みんなの役割をやっぱ果たすっていうね、うん、とにかくだからどうやってヨガをこう伝えてね、ヨガだってだから体的なことじゃなくね、どうやってあの自分の理解でもって、自分の実生活の中でもって、自分が体験したことをそのね、ヨガの哲学的なことをどうやって伝えていくのか、それをね、ぜひこれからね考えててほしいな、そしてそういう先生になってほしいなっていうね、うん。